ディアローダヘアブック、オンラインサロン、今日もお願いいたします。今日から、ゲストに、レイラバイアフロートの、畑中くんに、来てもらえることになりました。よろしくお願いします。お願いします。で、畑中くんには今日ちょっとお話を伺って、その後何回かに分けて、実際に、カットを、はい、してもらう動画を撮っていきたいと思ってますので、楽しみにしててください。はい、吉祥寺の、レイラバイアフロートの、副店長をしてます畑中正俊と申します。よろしくお願いします。お願いします。で、その中でも僕今はショートの方をメインで、お客様を集客させていただくようなデザインを、作っているような感じになります。耳かけしてるの可愛いよね、畑くんの写真はね。ありがとうございます。はい、これなんかこだわりあるの、耳かけの仕方とか。そうですね、まあ耳にかけて、まあそのもみあげがこうかかってきた時に、まあ、しっかり横に後ろのデザインと馴染むようにするっていうのももちろんそうですし、うん、あとはこういう、じゃあまず一パターン目は、はい、こういう丸みのある、はい、ショートかな、はい、違う写真もあるかな。これまた別のお客さんで、はい、その同じようなオーダーで。そうですね、これもまた丸み系のショートになりますね、うん、これがくびれショート。そうですね、はい。でさっきの丸みショートと、はい、くびれショートのこの2パターンを、実際に2回にわたって、はい、ウィッグを切って、はい、切り方とかポイントとかを、はい、解説してもらいながらやっていきたいと思います、はい、近いからかな、吉祥寺で一番人気のショートを切れる畑中くんが、はい、技術をね、はい、余すことなく教えてくれるんでしょ。そうですね、はい、出し惜しみせず。そうですね、いつものやつを、はい、やらせていただきますので、はい。で今回は、ちょっと新しい試みとして、切ってるところの、手元が、より見えるように畑中くんの子供のね、目線のところに目線カメラをつけて、実際に畑中くんの目線で、はい、どういう風に引き出してとか、どこをカットしてとかっていうところを、はい、見れるような撮影をしていきたいと思ってますので、次回から、はい、畑中くんの、カットの風景、楽しみにしててください。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。